楠木正則は、日本の IT アーキテクト。ジャパンデジタルデザイン株式、会社チーフテクノロジーオフィサー、ISO、TC307 国内委員会委員長、デジタル庁統括官。Linux IPv6 RPM プロジェクトファウンダー。その他にも多数の役職を兼務。主に情報技術と情報化に関わる研究を行う。中学で留年し、 高校を中退後、大見を取得。駒場東方での中高時代は、新聞部の活動にのめり込んでいた。その後、浪人中から秋葉原に入り浸り、人脈を築く。神奈川大学経済学部在学中より、認証連携プロトコルの設計に関わるほか、Linux IPv6 RPM プロジェクトの立ち上げ、Linux Distribution の IPv6 対応を推進した。 その後、株式会社インターネット総合研究所を経由し、マイクロソフトアジアリミテッドに展示、制作企画本部の立ち上げ、自治体との連携協定締結やベンチャー支援の宣弁をつけたほか、古川徹の帰国まで CTO 代理として技術障害を統括、史上最大のウイルス感染事案の収集では、政府対応を主導し、総務省、経済産業省、 警察庁の研究会で事態を報告し、内閣官房情報セキュリティセンターの設立を提言する経済産業省の委員会に委員として参加。以後、総務省スマートクラウド研究会、技術 WG 構成員をはじめ、多数の政府委員会の委員、構成員を歴任した。また、2011年からは、内閣官房社会保障改革担当室番号。 制度推進管理補佐官に就任。2016年からは ISOTC307 の国内審議団体の委員長も務めている。ありがとうございます。